お疲れちゃんです、ラットです。そして、はい、どうも、てんごてです。はい、というわけで、これね、見てくださってる方わかると思うんですけど、先日ね、ちょっと滑舌がコタク映っちゃってるんですけど、先日行われたデトネーションゲーミング戦のね、まあ KO1 戦ですね、うん、を振り返っていきたいなと、あ、なるほど、思います。なるほど、はい、というわけでね、まあこれ勝った方がプレーオフ確定っていう、まあ、大事な試合で、うん、負けたらね、逆に結構プレーオフが危うくなっちゃうっていう、はい、結構なんかすごい極端な試合だったよね。勝てば幸せ、負ければもう天国か地獄か地獄かね、ぐらいの幸せ、勝てば幸せというか表現可愛いやつみたいな、あれあれあれ、まあ、それぐらいならねというわけでね、この大事な場面で、ね、またね、輝く選手が一人いましたと。またまた、あ、ちょっと画面がね、いるの、そんな人いるんですよ。それがスタンプ延長してる。緊張、これは、いやもうね、緊張はね、そんなしてなかった、正直。なるほど、マジね、このユーノスタンプ最近出たんですけど、鬼可愛くないですか、これ。絶対僕とね、思ってる人いると思うんですけど、このコインあげてからのフッっていう、このね、フッ、わかる、性格悪いみたいになっちゃう、うん、ちょっとやばいやつ、ちょっとね、スタンプ気に入ってますね。というわけで、初戦ね、僕は、まあ、スケラデッキですね。スケラデッキを採用して、ピラミキ選手がね、ラバデッキっていう感じですね。うん、で、ここはもう、インドで溶かせるんで、ポイズン防衛を多分します。で、でも、ザップ打たれた時に、このインドが処理されちゃうんで、ザップ打たれたら、まあ、トリトンでね、こんな感じインドラを延命しようっていうのを、もう事前にね、考えてました。なるほど。雪玉が回ってないから。そう、回ってないんでね、しっかり棒ポイして、トリトンで、まあ、捨てですね、捨てトリトン。うん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 。はい。っていう感じで、ここで相手が攻めてきたんで、まあ、ハンターで受けるんですけど、いてててててっていう感じになるんで、このハンターは延命しつつね。だからこの形だけでね、結構ラバデッキはやっぱり陸受けが少ないんで、うんうんうん、こういうね、メガナイトプラスの、まあ、何か、メガナイト単体だとね、ゴボリだけで終わっちゃうんですけど、こういう攻撃があることによって相手はだるいっていう。で、雪玉でインドラをね、リセットすることによって、このメガナイトとハンターがね、プレッシャーをかけていきます。はい。プレッシャーをね。プレッシャーをね、しっかりね、インドラのリセットに、ね、雪玉をね、どんどん打っていく感じですね。で、こっからは、多分僕が逆にね、ユニットを展開するかな。あ、そうだ、ここでは、初めベビースケラーしたんですよ。で、これ、した理由としては、まず、コストが正直同じぐらいだと思ってた。だから、言ったら、相手はケツラバするタイミング。で、ケツラバしたら相手コスト3しかないんで、したら言ったら端前ベビースケラして、めっちゃ入るっていうのと、縦線がね、スケラからしたら一番きついんですよ。なんですけど、縦線が裂いた後で、縦線が回ってないから、縦線がないってことはスケラの防衛がまずめんどくさい。言ったら防衛ポイズンをするか、まあ捨てるかとかになるんで、端前で攻めたって感じですね。言ったら被るのを狙いつつ縦線が裂いた瞬間っていうので、まあ絶好のね、端前から攻める瞬間でしたっていう感じですね。でしたね、はい、なるほど。で、雪玉でインドラをノックバックさせてハンターの方に近く言ってる。そう、いやこれもうマジでなんでベビ入ってんのって、これもこういう出す位置もね、ちょっとね、気をつけたいですね。で、ここはしっかりね、逆サイを攻めつつ、まあ、軽くね、抑えるイメージですね。ラバをハンターかインドラで軽く抑えつつ、逆サイね、しっかり攻めてプレッシャー与えていきます。で、ここのスケラも縦線出ると分かってるんで、奥目にね、インドプラスこのね、奥の玉にとか縦線にかすってるんですけど、当たるように雪玉飛ばして、これスケラがな、えぐいよね。1300ぐらいあったのに、これね、正直運が良かったです、マジで。余裕で僕防衛しようと思ってたんですけど、うん、なんかそんな入るっていうぐらい、確かにね、うん、しかも今ハンターでベビー釣れなかったからちょっとやばかったしね、入ってなかったら、うん、ちょっとね、あー、なんだこれ、腰痛いぐらい、腰痛いぐらい、稲バウアーですか。いやいや、俺よくするよ最近でも、試合一回終わった時マジ、うん、こんなに反ってるのは見たことなくて、マジマジマジ、こんな反ってるあ、たまたま映っただけ。いや、うん、そう、いつも映ってないから、でもいつもうーんってやるよ、一回終わったら。うん、確かになんか肩をなんかこう、うん、一回ね、このやる感じあるけど、ね、リフレッシュね。こんな稲バウアー後ろの誰か見てんのかぐらいの反る人なかなかいない。いや、最近ちょっとよくしてますね。いや、ここの雪玉のやっぱ遅延効果入ってるんだ。トリトンがやっぱ殴ってますね。雪玉ってことによってメガナイトが残ってて、メガナイトがずっと竹受けてて、相手はメガナイト受けに防衛ディガをしてるんで、逆に寄ってね、ラバーを簡単に守れてるっていうのがありますね。なるほど。うん。完璧ですね。まあ、トリトンがね、なんか、竹ね、
意外と早いんですよね、手に取るのは、ね、なんかごぼり壊れた瞬間に今タワーに取り立てたんで、相手もそれでね、ちょっと穴掘り遅れちゃった。うん、ここね、あ、僕喉乾いてたんで水ちょうだいっていう、うん、合図、うん、まあ分かると思うんですけど、うん、はい、というわけで正直あのでもラバーはあの別にインドラとベビードラとハンターってね相性はめっちゃいいように見えるんですけど、結構ね、うん、縦線がだるいんですよね、スケラからするとマジで縦線がね、一、うん、回ね防衛ディーガーとかせずに結構ね許容されると怖かったかもしれないですね。攻め穴掘りとかね。ね、攻め穴掘りされるだけで僕ももう2枚か1枚絶対出さないといけないんでね。そうそうそう、パピーを簡単に倒せるユニットが少ないから。うん。一個一個が重いんでね。うん。はい。というわけで次はね、はねはねさん。いやー何くんのって。確かにいろんなデッキ使う人だけど、なんかね、すごい自分のオリジナルが多くて。ね。戦いにくい。大変大変。戦いにくい。うん。戦いにくいないもん。うん。いや、キョスケが好きなことはみんな分かってるって感じ。うん、横なんかね、ミカさんにえって表情してるけど、何言われたんだろう俺。なんかコメント欄であったんですよね。ここ何話してるんだろうみたいな。え、うん、マジっすかって僕は多分ミカさんに言ったんだよね。何言われたか覚えてないマジ。わかんない。ハネハネさんが使ってた。いやでもだよ、多分違うと思う。なんかね。世間話。いや世間話。世間話でもないけど。なんかね言われましたね。あ、これもう気に入っちゃってますね。で僕あのプリンセスも多分試合に毎回使ってると思うんですけど、うん、言うのも気に入ってますね。スタンプの数がさっきより2倍ぐらいになってる。いやプリンセスのピースとハートはマジでね可愛すぎる。だけど2戦目ね、僕は何を使った、ラバだ。絶妙に相手傷つけない系スタンプ好きだよ。だった絶妙に傷つけない。絶妙にって傷つかないでしょ。傷つく。ゴブリン7ホレイぐらいじゃないの。傷つくやつ。たくさんある。でこれ見てください。この僕のディガータですね。まあ、これちゃんとねあの考えててスキャミかコウモリやったらあの結構軽く抑えられちゃうんですけど、両方ないんですよ。スキャミとコウモリ両方抑えてくるこそラバクロって分かってたんで、もうベビードラかホバかランバーを裂かないといけないっていうので。逆サイね、攻めた感じですね。ランバー咲かせたら美味しいぐらい。うん、そうランバー咲いたらそのラバクロの、ね、火力がやっぱ落ちるんで結構簡単に防衛できるっていうね。ここねポイズンいらなかったかな、なんかねもうちょいうまく守れたなっていう感じで、ちょっといや下手だったなって感じでしたね。やりようがあったっていう、もっと羽根さんがラバクロと、そうですね、で僕がラバドラドラですね。でここはまあスケアミあるんでコウモリにザップ打たなかった、ザップ今持ってるんですけど、あるいは多分スケアミに出してザップ打てばいいんだけど、なぜか僕はビビドラ出した。なぜだ、なぜだ、なぜなんだ、これね分かんないです。まあ、多分ザップを取っときたいっていう多分感情があったんですね僕の中に。うん、スケコウモリ切っても、うん、ザップだけは欲しい。ザップだけはもうコウモリとスキャミにしか打つことない、両方咲いたけど打たないっていうね、うん、でここまた同じですね。スキャミとコウモリ咲いてたんで逆サイディガープラスあれで押さえて、ここはねラバから溶かすんじゃなくて後衛から溶かしつつランバーをねこの逆サイド持っていきます。でコウモリ速攻ザップって、でねあの後衛とこの、うん、まあ後衛ですね、このためにザップを持ってるんだ。そうなるほどね。そうあそこでザップってたらね、今のところザップもしかして打てなかったかもしれない。なるほどなるほど、わかんないですけどね、ギリ回ってたかもしれない。でこっからですね、こっからは結構この100、300を守るかするかで悩んで、うん、まあ守る、そんな個人的に守ろうと思ってませんでした。もう捨ててなんかね2体目ラバで流れを掴もうと思ってね、ここのランバーも別にトリトンで引っ張れたんだけど、引っ張らず、ね、そう無視して後ろからトリトン出してクローニアポイズン打って、僕のこのユニットを残すイメージですね。このラバドラドラ、僕相手の、対空をポイズンで処理できるんですけど、相手はあのスペルがねやっぱ生き玉だけなんで処理できないんですよね。ポイズンとかがないんでドラドラをね、なんでこのドラドラを残してカウンターですねっていうね、ここでまた追加しての、ね、イメージですね、うん、まあ、個人的にはいいプレイができてるんじゃないかなと思いましたね。これは相手ね、ここラバ受け、ラバ受け、うん、ちょっと惜しかった感じがあるね。真ん中トリトンしつつ、まあ攻めていく。それでもまだ、それでもね、なんかうまく防衛されちゃってね、うーって感じなんですけど、まあこのちょっとねこの流れてきたのを見て、まあこれ軽く押さえつつアド取ってるなって思いながらね、これ多分またラバ展開するんじゃないですかね。はい、
で、クローンにやっぱ徹底してポイズンってイメージですね。で、スケアミにザップ打ったらコウモリが厄介なんで、基本コウモリにザップ打ってると思うんですけど、ここはポイズンですね。はい。で、やっぱね、このドラドラが残るんですよね。クローンのパピーだと火力が足りないんで。で、ここね、思ってる以上にこのインドラが活躍してくれて、ここで一回真ん中取るじゃん。これできる伝言って無理でしょ。何でした？え、削る。900を削る、僕ケチなんで、ああいうところでちょくちょく削っていくっていう。で、ここでそうユニット探して、この後ろのね、ドラドラでついでで処理するっていう。防衛ユニットが残ってるからこそ、相手にユニット咲かせて、それをついでで処理するっていう考えですね。節約術。まあ、主婦みたいなとこありますね。ちょっとよくわかんない。いや、節約でしょ、今の。誰もわかってない、多分。え？わかります？防衛ユニットが後ろにベビードラとか残ってるからこそ、あそこで同時に攻めたときは、結局ね、スペルとかで一緒に防衛されちゃう。まあ、ユニットでね、結局一緒に、うんうんうん。なんで、後ろにベビーとか残ってたからこそ、相手トリトンで攻めてユニット出させて、それをそのままあるビビドでついでに処理する。まだ三重室会の、それユニット出させて後ろで処理するっていう三重室会だ。違う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 、全然違う。違う、あの主婦だから。今のはね、主婦の心がやっぱり一人暮らしってことあると、うん、こういう節約のプレイができるんですよね。ついでで処理できるっていう。じゃあことはできない、ことはできない、一人暮らししたことないから勝手に、できない、勝手に、勝手に、勝手に、いつも、いつもでもね、コタいじってんすね。あの、一人暮らししたことないから。実家暮らしわかんねえよってね。実家暮らしだから。これ皆さんね、学生さんも多いと思うんですけど、一人暮らししたら、ちょっといろいろね、気づくことも多いと思うんでね、ぜひね、親にはね、感謝してください。毎日大変ですよ。ご飯出てこないから。もうご飯出てこないから、もう、うわ、作るのめんどいなと思って、家ね、寝かったときは、もう今日いいやって寝るしかないっていう、この、そうそうそう、ね。これもまあ節約ですね。はい。なるほど。でも主婦はそんなことしないよ。主婦はそんなことしない。いや、僕はちゃんと作りますけどね。はい、解説。で、ラスト、プラ選手ですね。天ぷら。天ぷらね。天ぷら選手ですね。まあ、天ぷら選手といえば、バルーン使い。うん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 。みたいなのがありますね。なんで、で、ここはあの、僕、あの、行きたかったデッキがあるんですよ。使いたかったデッキ。うん、僕のね、自信になるやつを使おうと思ったんですけど、みかんさんが、まあ、ここは言わないけど、そうね、まあ、言ってもいいけど、まあ、言わないけど、まあ、言わないけどね、あのデッキ使いたいなと思ってたんですけど、あの、言っちゃったんだ、お前、あるね、まあ、プレイヤーさんから助言、このデッキがいいと思って言われて、うん、もう急いで40秒ぐらいからこう、急いで作って、やっぱバルーン使いだからね、そのバルーンを警戒するのに、いや、雪玉がね、やっぱ必須になるっていう。雪玉あるだけでバルーンに一気に勝率が上がるっていうので、うんうん、まあいいなと思って雪玉採用して、普段ね鬱陶のところを雪玉に変えて、まあ挑んでいく形ですね。なるほど。いや、ここ勝てば3立て。でも正直まあ負けてもいいかなっていう。だって後ろにね雷吉さんと答えいるから。でもここまで来たらちょっとしたいよね、3立て。ああ、まあできたらしたいなぐらい。でも、うん、マッチングして5秒ぐらいで、ああ負けたって思った。なぜですか。まあそこはね、見ていただければいいかなと思います。さあ始まります、あのラッドルーティーン。お、なんか今黒の出てきた。デッキ選択がちゃんとうまかったよね。そう、デッキ選択うまい。これマジで、ここスタンプ、これね、もう煽ってくるから俺ね、ちょっとねムカってきたね、もう泣いてた、ね、マジでその泣いて返したから。ゴブリンのホレイが僕のねスタンプに入ってないんで。あ、泣いてる泣いてる。そう、マジで。なぜ泣いてるか、マジでなぜ泣いてるかはね、多分僕がオーブンとトリトンとか使ってて、うん、あのトリトンロイジェ、ロイジェのテンプレだと思ったんですね。うん、それはテンプレかウッドなんですよ。結構枯渇にはまあそのめっちゃ一緒いわけではないけど、まあ、言ったら勝てない、全然ね、うん、枯渇側も苦しいっていう感じなんで、なんですけど僕はね奇跡的に雪玉にしてました。ということは辛いです。バレルがね絶対完封できない、うん、まあ絶対ではないけどね、ほぼプラスライト行きなら倒せないやつがこの後出てくるな、ね、そう、僕もねスペルライトニングにしてたんで、これここね、うわーってやべー、アウトローのねガールが倒せない。そう、もうこれ敵陣のアウトローが辛い辛い、しかもこのバレルですら辛い。でもこういうところをねしっかりユニットでこう受けてね、ずらしてるなっていうのをユニットでしっかり受けて節約していきますね。なるほど。いやマジでもう辛い、しかもガールが痛い。いやマジでこの時点であのメンタル的に、あはあ、ここが使えよ、マジでって泣いてました。でもここは、あの、始まりをした理由は、相手がアウトローも割いてたんで、アウトローがないってことは、言ったら、あの、軽いユニットなんですね、ダックプルとかヤングとか。うん、なんで、
ギャング来る読みで後ろベビーも出してギャング処理してっていう、結構ここのロイでダメージめっちゃ入ったんですよ。なんでここは攻めロイからの2周目端前ロイで、相手のメインのアウトローとかがなかったんで結構ダメージ稼げて、このロイがね、このロイがよかった、いいんすよマジで。ベストロイですか。ここ雪玉とスケがねネクストから多分回ってきたんで遅かったんですよね。でこっからがむずいですね。また2倍やっちゃうとね、ちょっとこれアウトロー俺も好きだからさ、敵陣のアウトロー何もできない、何もできない、しかもこれも何もできない。相手もちゃんと分かってますね、うん、自分がバルーン使いだからウッドが入りにくいイコール枯渇が刺さる。いやもうそこね、うまいことやられちゃいましたね。なんでなんですけど、僕もねもう辛いけど頑張るよって、うん、ここね気合で、そうトリトンがいたんで、これロイで出したら確実にダメージ入るっていうので、ここね、ここ見た、今のベビドラでアウトロー、おいアウトロー来たけどすぐベビドラ出すんじゃなくて、アウトローガールにベビドラを直接当てて、かつバレルをめがくだけで処理するっていう、まあ、あそこで防衛液ダムとか焦っていっぱい出すんじゃなくて、バレルをめがくだけで処理するって、ここの勇気ですよ。でも僕はロイ通せば勝ちやろのロイじゃ行くと、お前トリトンって感じですね。これトリトン警戒したら甘さが、ああああってもうここで、あ両サイ、あー終わったって感じ。これ耐えたい、俺は耐えたいよって思って、ここね雪からのこれね、スケでね、奇跡的にトリトンで前受けつつ、うん、相手の雪読みなのが先に雪打ったのね、そう先に雪打ってね、待ってここでね何をしたか、あ見たことない、こんなこれね、こんな人天才オーブンですね、これこれ、でも怖い、よ怖い、やめてー、っていうわけでね、これもう最後はねおしゃれに決まっちゃったねっていう、まあさっきねトリトンロイ、トリトン警戒してなくて、うん、それだから学びの、ね、トリトン警戒だね、学びのオーブンですね、学びね、やっぱ試合中に学ぶのは大事ですね。さあというわけでね、見事、シーズン1にもあったんですけど、シーズン2ねポロスで初かな、3盾シーズン2は取られたかな、あざっす、シーズン2は取られたかなぐらいって感じで、ちょっとね勢いが今ねいいんでね、このまま ねこのプレーオフに向けてもしっかりねみんなでね頑張りたいなと思います。はい、はい、ちなみにね、あのシーズン終わってからこの動画撮ってるんですけど、シーズンフィニッシュね、あのテンゴッテがねチーム最下位でした。パチパチパチプチ情報ですね。はい、というわけでね、まあ、終わりますか。いいよ、はい、いいよ、またね多分いろんな動画でね出ると思います。はい、では概要欄にこ、テンチャンネル貼っておきます。チャンネルじゃない、テンゴートチャンネル、テンゴートチャンネル、はい、ではお疲れ様でした。